雲状の巻雲に投影された貫水平アーク、長い貫水平アーク、やや髪型に沿って見える。貫水平アークとは、大気光学現象の一種で、太陽の下46度の水平線上の薄雲に虹色の光の帯が見えるもの。水平庫、水平管とも呼ばれる。大気中の氷床に太陽光が屈折して起こるもので。 太陽高度が58度以上の時にしか出現しない。彩運と間違えられやすい断片的な貫水平アーク二次とは異なり、貫水平アークは太陽と同じ方向に現れ、水平の帯の形状をしている。なお、貫水平アークの光の帯は方位角にして最大108度までの広がりを持つ。 剣雲などの断片的な雲を通して見える時には同じく虹色をした彩雲としばしば混同される。外傘や下部ラテラルアークは同じ高さに生じ、太陽高度によってはほとんど同じ形状となるため区別が難しい場合がある。58度以上という高い太陽高度が条件のため、おおむね北緯、南緯55度より極側の高緯度地域では鉱山を覗いて見ることができない。 ヨーロッパでは、デンマークのコペンハーゲン付近が北限である。また、低緯度の地域ほど、夏季を中心とする、太陽高度58度以上の期間が長くなり、観測されやすい。中緯度にある日本などでは、夏の間、下至を挟んだ半年前後の期間見ることができ、おおむね1年に数回程度観測できる。寒水平アークを観測できるとき、雲を構成する氷の結晶の多くは、 六角板状で方向がおおむね揃っている。円直面への入社と水平面からの出社で二度屈折した太陽光は表彰がプリズムとなって可視光線の波長ごとに分光されて虹色に見える。ありがとうございます。